はいどうも、ジュエです。本日からマリオカート DS 実況していきたいと思います。こちら2005年に DS で発売されたマリオカートシリーズ第5作目となる作品ですね。ということで個人的にもかなり好きなマリオカートシリーズでもあるので、こちらも結構楽しみにしています。それでは早速やっていきましょう。そう、このゲーム最大のポイントとなるミッション欄があるんですよね。まあグランプリの他に、まあいつもの4つのモードとか、あとは今回はね、ミッション欄も用意されているんですが、一旦まずはグランプリの方からやりたいと思います。で、クラスとかも 50cc、100cc、150cc、そしてミラーもあるんですが、まあまずは 150cc からでいいでしょう。はい、そしてキャラクターはこちらの12体になります。上2段が通常のキャラで、一番下の段が隠しキャラですね。まあ、まずはマリオでいいでしょう。で、まあカートとかもね、これ完全クリアしているんで、もう特に36台解放しているんですが、まあ、まずはスタンダードでいいでしょう。はい。で、コースとかもね、もう全部、こんな感じでありますから。まあ、とりあえずね、全部今回は金トロフィーを目指して頑張りたいと思います。それでは早速キノコカップから行きましょう。もうここはね、もう DS 結構ね、すごいところが結構あるんで。まあ DS といえば皆さんは、あれかもしれませんが、直線ドリフトっちゅうやつがあるんですけど、まあ俺は直線ドリフトは正直やったことがないです。よし、じゃあ行きましょうか。まずは、このサーキットですね。ここはもう8の字のサーキットになります。だって久しぶりに俺 DS 触ったからちょっとあれなんですが。まあこれね、これ DS だからね、これドリフトとかも結構違うんだよね。まあこれ DS、これもう今となってはこれ簡単にはできないので。はい。待って、でもなんとか勝ちたいよ。いけ。でも BGM いいよね。でも BGM はマリオサーキットと一緒なんだよね。いいよ。いけ。わーい。OK、でも、脱出キノコを使っておいてよかった。まあ、これからね、まだまだやっていくんですが。はい。OK。後ろにいたルイージに当たった。さあ、ファイナルラップ突入。もうこんな感じでサクサク進めるんで。マリオカートっていうのは。まあ、このゲーム、2アイテムボックスもあるんですよ。まあ、今となってはリストラになってしまったアイテムなんですけどね。いつか復活あるんでしょうか。はい、そして、ここら辺を、無事に回って、OK。ということで、このまま、はい、最後にアイテムを発射して、ゴール!そう、このコースはまだ、ちゅうか、これ、リメイクされてないんだよね。こんな感じで、まあ、皆さんもね、懐かしさが、蘇ってきたんじゃないでしょうか。さあ、2コース目行きましょう。続いては、ヨッシーフォールズ。そう、ここはマリオカード Wii にてリメイクされたコースですね。ちなみにマリオカードツアーではリメイクされませんでした。よし、じゃあ、頑張っていきましょう。そう、マリオカードツアー、実はね、もう、新しいコースの追加がもうないので、もう、そこのところは非常に残念なところでもあるんですけどね。まあ、ツアーぐらい全コースリメイクしても良かったんじゃないのかなと個人的には思ってたんですが、まあさすがにね、まあ、スタッフのあれもありますからね、ちょっと。そう、これね、キラーとかに当たっちゃうとね、これアイテム落としてしまうんで、強制的に。よし、で、こう来て。満開を狙いたいよ。待て。それにしても、なんか、逆転ができないな。無回転緑コーラ。待て。なんとか1位を取りたい。
ゴールドフロッフィーを狙うためにはそういうのが重要だから。いけ、オッケー、トゲトウが飛んできているぞ。いけ、いけ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 、間に合え、間に合った、ギリギリ1位。1分7秒324。よういけたもんだな、これって。はい。じゃあ、これで次のコース行きたいと思います。続いては、ぷくぷくビーチ。このコースは確かマリオカート8、そして8デラックスにリメイクされたんですが、ツアーはどうだったっけ？ツアーでリメイクされた覚えは個人的にはないんですが、あれ、忘れてしまいました。俺ツアーやってないんで。ああ。確か DS はこういう感じだったね。まあ DS そもそもグライダーないんで。まあグライダーが追加されたのはマリオカート7からですかね。おー、なんかすごいね。ちゃんとこういうところも行ける。まあ、これ DS までこれアクションがで、あのジャンプアクションができないんで。ああ。そしてアイテムが取れない。わ、すげえな、ここ。わあ。そして後ろからルイージが迫ってきているんだが。いいよ。で、ここら辺も加速していく。大丈夫だよ。OK。わあ。待て、早いな。OK。ああ、イカスミが取れてしまった。まあこれ、無理やり近道通ろうとしたらこれ遅くなっちゃうんだよね。水中の中って。でててててててて。いい感じだよ。はい。さあ、ファイナルラップ突入。残すところあと一周です。さあ、このままトップをキープしていきたい。いや、でもなんかプクプクビーチって意外となんか、いいよね。リメイク前、ここが原点ですから。わあ、なんかプクプク跳ねてるし、しかも。いてててててててやばい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 。まずい、キノピオに抜かれている。さあ、ここはアイテムがどうしても欲しい。うわあ。待って、偽アイテムじゃこれ防げないんだよな。オッケー。これ偽アイテムボックスはね、これ赤コーラとか防げないので、ただの妨害アイテムなんですよ。 OK だとしても今1位ですね。30ポイントでございます。さあ、次が最後のコース、ルイージマンション。このコースはマリオカート7とマリオカートツアーでリメイクされましたね。ということで頑張りたいと思います。だって、ここマリオカート7で、これ、確かマリオカートツアーではもう初期の頃からあったんじゃなかったかな。まあ確か、ハロウィン、ルイージマンションのキングテレサーと同じ頃に追加されたやつなんじゃなかったかな。行って、壁に当たってしまった。待って、今7位。いけ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 。確かマリオカート7ではここグレーダーがあったはずだよ。いてて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 。そう、これ今のマリオカートみたいにこれアイテム当たっても多少の無敵時間があるわけではないですからね。OK、そしてトゲトが来た。なんとか1位をここで止めておきたい。そう、ここ木が動くんだよな。そういうのあったあったあった。頼む、ドンキーコング押さないでくれ。やばいやばいやばい。待って、そして1位が遠すぎる。危ねえ、今当たるところだった。逃げて、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 逃げて。OK。なんとか、追いついてきた。わあ、待て待て待て、最悪。そして木にも当たるし。やばい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 。でもまだ2周目。次が最後の1周だ。なんとか逆転していきたい。でもキノピオとルイージが結構接戦。
やばい、どっちか当たってくれ。あー、当たんなかったか。そう、これ下画面を見ながらでもこれ運転ができるんで。そう、DS と7は。オッケー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 、いいぞこれ。オッケー、いいよ。もしマリオカート8デラックスであと1コースリメイク来るんだったらどうするんかな。まあ今第5弾が来ている感じなんで。オッケー。そして走行しているうちに1位が取れました。素晴らしい。これで40ポイントパーフェクトですね。素晴らしい。ちなみにこれ最終結果いっちゃうとこれ相手の得点見れなくなっちゃうんで。はい、ということで結果発表。お、エレクトロサーキットですね。ということで無事1位を取ることができました。もうこのムービーもなんかかっこいいよね。これが DS の、これ3位以内を取った時にこれ確か見れるんじゃなかったかな。はい、これで星1つ。これね、今のマリオカートみたいにこれランクがこれ甘いわけじゃないんですよ。これランクは確か E ランクから星3つまであったんじゃなかったかな。ちなみに下画面にはこんな感じです。はい、それぞれの時間が書かれています。でもヨッシーホールズ明らかにちょっとサーキット数が短かったんで、まあこんだけタイムが短かったんでしょう。はい、ということでじゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。じゃあ今後もね、またマリオカート DS 頑張っていくんで、まあ同時並行でまたマリオカート8デラックスも更新していければなと思っています。よし、じゃあ次回はフラワーカップですね。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok をフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。